日本中の、バス釣りファンの皆さんどうも、はじめまして、高橋と言います。今日はですね、30年前の、大江川御三川の状況、どういう状況だったかと今と全く違うんですね。で、なんていうのかな、琵琶湖もそうなんですけど、30年前40年前っていうのはもう入れ食いだったんですね。で、その時の状況はどういう風だったのか、今日ちょっとバスプロの方とね、ついに対談させていただけるということで、ちょっとお電話を、つなげてみようと思います。ちょっとプロの方なんでね、ちょっと私も、バス釣りやってるんですけど、自分は結構素人みたいなもんですから、やっぱちょっとプロの方とねお話しさせていただくのはだいぶ緊張してるんですけど、いやーちょっと、どのような、まあ結構多分バスプロの中でも多分一番の方だと思うので、皆さん、ちょっとびっくりしますよ。今日のゲストはシャレにならないゲストが、出ていただきます。声聞いたら多分一発で分かると思うんで、ちょっと電話してみます。出ないな。あ、もしもしもし。はい、愛知県警です。あの高橋と言います。はじめまして。高橋さんという方ですか。はい、今日初めまして。まあ多分視聴者の方声聞いたら分かると思うんですけど、はい、まあ今日ちょっと質問したいんですね、バスプロの方に。あ、時間かかりますか。5分で済みますけども。あ、いいですよ。はい、30年前の大江川御三川の状況っていうのを、そのプロの目から見た感じでちょっと教えていただきたいなと。状況は30年前とかなり変わりましたね。はあ、で、はい、まあ、今でも、まあ、みんな知ってると思うけど、大江川は、はい、魚がでかい、はい、で御三川は、ええ、あ、これ昔ね、御三川は数は釣れるけど肩が小さい。はあ、だけど最近は御三川は肩が良くなって、はい、大江川も、大江川はまあそんなに変わらんね、昔と今、あ、すみません、ちょっとでも視聴者の人、名前をちょっと言っていただければ。もしもし。はい、 お名前伺って。私ですか。はい、私毛ガニおじさんと申します。毛ガニおじさん。はい。どうもどうも。結構憧れてて、自分はやっぱプロの方っていうことで、自分素人の、まあ適当にたまに釣りするぐらいなんで、ちょっとやっぱりプロの方にね聞いた方が上達が早いのかなって。まあ自称バスプロなんですけど、毛ガニおじさんは、はいはいはい、はい、私、はい、まあにわかバザーとか世の中にはたくさんいますけど、まあ難しくはないんですよ。30年前40年前の釣り方っていうのはどうやって釣ってたんですか。どういう攻め方で、ルアーとか。ワームもやってるし、巻物もやってるけど、はい、今の時期だったら昔も今も変わらないけど、水路系カエルがね結構多いじゃんね今。水路系にもバスが入ってきてるし、はい、大江川水系、御三川水系の水路系で、昔も今水路やってる人多いし、まあ、はいはいはい、本流の方のメインの方でもは、まあ、護岸際を、巻物だったら護岸際を巻いてる。で、ワームだったら、まあ、はっきり言って、まあ、なんでもいいんだけどね。なんでもいい。はい。どうぞ。はいはい、あまりでかいワームはあんまり良くないかもしれない。あ、小さいのを使っていると。そうだね、中ぐらいからちっちゃいやつだと、大きいのからちっちゃいのから両方食ってくるから。ラインの太さとかどのぐらいでやられてるんですか。まあ16ポンド。あ、P ラインでやるってことですか。もう、ベートリールはフロール16ポンド。まあ大体号数で言ったら4号5号。ああね、16ポンドぐらいだと。そう、スピニングだと、まあ人にもよるだろうけど、大概 P でやるね。
ああ、やっぱり16ポンドだとその切れることがあんまりないっちゅうこと形ですか、やっぱ。よくみんな大げさになんかね、はいはい、最近のバサーは言うじゃないですか、何ポンドないとあんたいけないなとか、はいはい、どうのこうのっていうけど、まず竿が折れるとか糸が切れるっていうことはまずないんで、あの 結び目だけだよね、あの切れるとしたら、あのほどけて、あ、16ポンドだとやっぱりフロローだと、だってフロロー、うん、まあ、4号5号あれば切れることない。だからあんまり細いラインを使うのはちょっとどうかなっていう見解ですか、やっぱ細いっていうとどのぐらいので4ポンドとか、まあ、1号とか1号、まあ、使う人もいますけど、1号とかは、うん、P ラインの1号はいいよ、 P ラインの1号、よく誤算で釣りしてると結構ラインが切れてて、まあ、投げてたらラインを釣っちゃって、なんか結構細いラインがある釣れるじゃないですか、特に木になんか糸がぶら下がっとったりとか、ね、そうそうそう、で結構多分ほんと4ポンド6ポンドぐらいの細いラインだなこれみたいな、これは切れるわみたいな、あー細いのはいかんわね、あんまり細いのはね、ちょっとそれでにわかバザーの仕業だろうね。にわかバザーですかそれ。それ多分あの素人のやり方だ、素人ですやっぱ、はあ、はあ、そう思うよ、ね、やっぱりケナリオジさんから言うと、その釣りが上達しない人ってやっぱどういうところがダメですか、教えていただければ嬉しいですけど、よく、まあ、今ネットの時代だけども、はい、ちょっとネットの情報を真に受ける人が多すぎるからね、はあ、だって3日でも4日でも5日でもちょっと通うとね、自分の肌で感じるんだよね、あ、これをこうやった方が釣れるとか、ああ。だってあのネット情報っていうのはね、大概ほとんどあんまり参考にならないよね。いや、嘘を言ってるどうですか、やっぱインターネットで。嘘ではないけど、まあ、分かりやすく言えば、はい、毎日気温も違うし条件も違うわけだから、毎日日に日に、はあ、だからその日その日の食ってくるルアーも変わってくるわけだから、ああ、もちろん、うん、で当日行った時にそれを判断するっていう、このなんていうの、頭の軽い人が釣れるね、今日の釣れるルアーはこれじゃないかと、あ、状況を、例えば今日だったら雨降ったりやんだりしてるもんで、こういう日はトップが食ってくるなとか、まあ今毛谷さんって言ったらね、もう大江川御三家のスターみたいな人なんで、もう今はね、坊主はもうありえない状況だから、ありえないし、プロから言わせてもらうと、行くとやっぱりそのファンの人の視線とかが結構痛いんじゃないですか、ファンの人とか。昨日ちょっと動画新しいの出したんですけど、はいはいはい、まあね、釣れましたけどね、まあ38という、まあ、小さいバス38という小さいバス、昨日釣ったんですか、はいはいはい、昨日というか昨日動画出したんですけど、あ、ちょっとまだ見てなくて申し訳ないです、はい、一回見てください、あの38センチを、かっこいいランディングの仕方で、タモなんかなしでね、バスプロがよくやる、転がって、ランディングする人おるじゃないですか、じゃこれでまた、ケアニおじさんのファンが増えちゃいますね、これだとまた。いや、そうでもないですよ、いろんなバスが多いですからね。いや、でも、大江戸さんでは多分一番なんで、もう今。だから昨日でも、はい、テンションが低かったんだけど、カメラの向こうに、下手な釣り人バサーが、もう、眉間に、俺が釣れたので、はいはいはい、眉間に際よって、こっち睨んでるんだよね、ボディングが。本当にですか？だもんでテンション低く、やったーと言わずに、はい、やりました、みたいな。それ、ちょっと待ってください。毛ガニおじさんを見て、なんだあいつということじゃなくですか？釣って、クソっていう顔で、睨まれて。YouTube 動画にですら、あれ、毛ガニおじさんじゃないかという、その、なんだあいつっていうことじゃなく、釣ったことが悔しいと。釣ったこと、周りも釣れたやもんで、ええ、昨日の動画でも、釣るってもテンションが低いもんですぐ分かるんだけど、カメラの向こうに5人ぐらい、もうクソって釣りやがってっていう顔で、その5人の、その、群れっていうか、その5人の仲間みたいな、若い子ですか。まあ、2人仲間と3人仲間みたいなのが別々でね。別々の人を5人から睨まれた、釣りすぎちゃって、もう注目カメラの向こうに睨んどるじゃんね、こっち畜生、こっち釣れるのに、ああ、だから腕が違うから釣ってしまったという感じで、はい、プロと
白とはまたそれだけ差があるということなんだろうね。ああそうっすか。同じ釣りでも、うん、ちなみにその昨日釣れたルアーは何で釣ったんですか。バスハンター2ですね。バスハンター2、はあ、40年前。今日はバスハンターは昔から、はい、だから今の子は知らないんじゃないですか、それ言っても。知らない。何ですかそれって話で。そう、何するかというと、おたまじゃくしみたいな形してるんだって、大きさも、はい、ってことは今カエルとか結構多いじゃんね。ちょうどおたまじゃくしの時期ですね今。ちょうどおたまじゃくしっぽいもんで、もう水路系でももう釣れるし、お子さんの俺らの本流でも普通にゴガンギアとか巻いてくるとドーンってくるから、もうねすごいよ。もう使ってる人いないから、オールドルアーっていうのを大体新商品ばっか使う人でしょみんな。はいはいはい。っていうか本当に、ちょっとこれはまあ僕の思い込みかもしれないんですけど、もうここまで来たらもう日本一のバス釣り師と言ってもいいんじゃないですか。もう多分今現在トーナメント出たら多分上位に入ってくる。マジですか、ケガニおじさん。上位トーナメントが今もし、いや今現在入ってたら多分シャンボの意味で入るかもしれんよね。だからトーナメンターではない、トーナメント出てないけど、でもそうするとトーナメント上位の人が飯が食えなくなるじゃないですか、はい。それは消えないね、それは。結局だからそれでケガニおじさんが1位になったら、今現在1位の人が2位に落ちるわけですよ。あ、なるほど。なんで、まあ、そういう人にとっては迷惑な存在って形で、ライバル、強力なライバルになるという形ですね。初出場、初優勝しちゃったらもうとんでもないことになる、ね。とんでもない、それはもう、まあ、僕はもう今あのプロの中ではケガニオさんが1位だと思ってるんで、まあ、トーナメントとか出ないでください、できれば、はい、あの荒らしちゃうみたいになっちゃうし、やっぱりあのまあ本物のプロとしてね、やっぱあんまり表に出るのもどうかと思うんですよ僕は、まあ、僕もねあまり表には出ないタイプでね、もう下から下から謙虚な気持ちでいつも釣りして、いやただもう今僕噂聞いてますけど、五三大江とかその釣り具屋界隈行ったらもうケガニおじさんがいるって噂で、もう結構視線感じるんじゃないですか今。いや行くたんびに声かけられるから今、ああそのプレッシャー、この見られてる雰囲気の中でちゃんと結果残してくるっていうね、この今、それはまあな、それはやばいよ。大体普通の釣り師だと10回行って1回釣れるかどうかっていう話ですからね、五三大江は今ね、3時間あれば釣れる感じだね今。あ、もう池は3、2、3時間でバーンって一発でかいのデカバス釣ってしまって、バサンタだけ投げとったら3時間で釣れると思うね。あ、バサンタだけで、あれだけで、いろいろローテーションすると時間も無駄だから。じゃあ巻物だったら巻物だけで3時間。じゃあ、これ今多分若いバスね、バス釣りやってる少年とか、まあ、20代30代の方が見てると思うんですけど、はい、その人たちにバス釣りこうした方がいいぞとか心構えとか、あと問題点を指摘してくださると結構参考になるかなと、視聴者の。というか、まあ、はい、今まで通りの釣りで、釣りは自由だもんで、まあ、マナーだけきちんと守ってれば、はいはい、で、まあ、よくネットとかそういう情報で、あ、はい、とかあれは嘘、まあ、参考にしてはいいと思うけども、嘘が書いてあるってことですか、やっぱあれも。いや、嘘ではないんだけど、やっぱりさっきも言った通り、一日一日状況がそのフィールドでは違う。あと、そこは行って、やっぱりその自分、やっぱり自分で作ったルアーとか売りたいじゃないですか、商売だから。だから最近のショップ、そういうメーカーさんってもうえげつないじゃん、何こんなこと言っても申し訳ないけど、えぐいですかやっぱ今メーカーさんが。だってこれは照れますが、多分それ、はいはい、いやいやいやって感じ。ああなるほど、こんなことここだけの話だ。あんまり、まあまあまあ、まあ、ラジオなんでこれ小さい声でちょっと。あ、そっか、そう、小さい声でね、そうだね。いや確かに、だってドアは、まあ、別に何でも来るようなイメージはあるんだけどね。ああだから、まあ、バスハンター使うなり、オールドルアーは嘘つかないね。やっぱり過去に実績あるやつはやっぱ今でも釣れるね。ラパラとかも使ってるんですか今も。ラパラもシャットラップなんか釣れるよね。あ、ワームだと何使うんですか、ワーム。だってワームだとみんな最近のワームだといろいろあるよ、まあいろいろなんかワームっていうか仕掛けをみんなこだわってるでしょ、ボディングだとか、ヘビーだとかいろんなね、はいはいはい、昔そういうのなかったじゃない。
テキサスリーグとかは昔はあったけど、だからワームは吐きて何でもいいと思う。あ、まあ昔だとね、テキサススプリットショットとか、あと脳進化、この 3つでしたよね、当時は。そんなもんしかなかった、ね、30年前は。で、ワッキーが出てきたみたいな。そう、で、それを自分でなんかちょっとアレンジしてきてやりとかして、釣れる秘訣は、発想力だね、発想力。はい、そう、あの、自分の発想力を頼りに釣りした方が釣れると思うね。だからね、ケガニおじさんが前も動画見させてもらったんですけど、ちょっとね、あの琵琶湖をかっぱり行ったらすぐ50アップバンバン釣っちゃうからびっくりしちゃって。自分も54センチだけど実質56センチあったね、あれ ね、行くたびに釣っちゃうから、なかなかあれを真似しろって言われてもどうやってやってるのかなと。あれ僕みたいなクラスが琵琶湖行っちゃうと、はい、バスがいなくなっちゃうバスがいなくなっちゃうんだ。あ、入り食いで。よろしくないんだよね、あんまり。今夏くらいからもうそろそろリアコンも変えようかなと思ってるけど。あ、おかっぱりでやるってことですか。おかっぱり、もちろんおかっぱりで、はいはい、手に持ってるっていう、まあ、こだわりはあるんだけど。あの、ビアコといえばヘビーキャローがやる人多いじゃないですか。ヘビーキャローランリーグ。ヘビーキャローが多いもんね、今は。ケガニューさんはそういうのやられないんですか、ヘビーキャローとかは。昔ヘビーキャローってなかったじゃんね。なかったですね、最近とか、まあ最近流行ったというか有名になったというか。ってことは結局は遠くへ投げれば何でもいいって話になってきちゃうから、それじゃダメだと。はい、あ、ダメなんですかね。いや、わかんないです。どういうことですか。あの、遠くへ投げれるのであれば、スピニングでもいいんじゃないかなとか思う。ああ、だからベイトリールなんか必要ないっていうことですね。スピニングで、あの、P の方が飛びますよ。あ、あのベイトリールより。で、騙されてるってことですね、視聴者が。あの、騙されてはいないけど、結局はあのメーカーさんの、はいはい、あの、まあ、営業の部分も多いんでしょうね。だから例えばアンダレス DC が一番飛距離が出るとか言ってるけども、いや、スピニングのが出ちゃうぞと。はいはい。だで、まあ、魚で言ったら、アンダレスに貼り付けて、それで垂らしたら、あの、飛びつくバザーがこう買っちゃうっていう感じ。まあまあ、そういう裏の部分もあるってことですね。じゃあ表じゃなく、大人になるとそういう裏の部分が見えちゃうからね。子供の時は分かんないから。憧れてるけど、実はスピニングの方が性能が高かったというか。スピニングの方が遠くへ飛ぶってやつだね。1号ぐらいまでとか十分。確かにね、ヘビキャラだったら手返しよくなくてもいいから、別にベイト使う必要ないですもんね。だから飛距離を考えるならスピニングで、ピーラインピンで1号か1号で十分です。あと今釣りしてる人に、これはちょっとお前ら気をつけろっていうアドバイス的なものもいただけるとすごく便利になるんですが。釣りで気をつけること、気をつけることとか、こうしろとか、まあ、人生のことでもいいです。やっぱ頭の悪い人もいると思うんで、そういう人にアドバイスしてもらったら。いや、もう僕らのアドバイスなんて、そんな滅相もないぐらいですけど。そうそうですか。謙虚に釣りしてくださいっていうのが一番じゃないですか。だから人が釣ったから妬んだりっていうのは良くないみたいな。そう、だから昨日の動画見て分かる。はい、まあ、あの、映してないけど、もう眉間にしましたって睨んでくるから。そうなんですか。それは釣りってなんで睨まれるのかなと思ったかな。僕もあるんですよ。あの、5年前に彦根でバンバン釣ってたんです、自分だけ。周りが全然釣れない、周り全然坊主で、自分がバン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 ね、入り食いにさせてデカバスを。さあ、隣のね、あの、まあ、若い子がそのルアー叩きつけちゃって、順番が釣るもんだから。そんなことあったんですか。そうそう、だからやっぱりちょっと嫉妬心っていうか、そういう状況でしたね。じゃあ、キアヌさんも、そういう、あの、嫉妬心とかマナーの悪いバーバーにはなってほしくないっていうのがアドバイスかもしれない。まあまあね、逆に、あの、寄ってきて、そこで釣れた人のところに、すごいですねとか言って、なんで釣ってるんですかって、そういう情報交換した方が自分のためになるかもしれないよね。確かに、やっぱり他人の喜びや自分の喜びと、その場で、ね、釣れた人の何のルアーか何の仕掛けかを確認した方が一番リアルだよね。だから人の不幸は蜜の味じゃなくて、他人の喜びは自分の喜びって心がけですね。そう、自分、その人を参考にして自分に真似をすればいいだけだから。そうしたら間違いなく、その現地が正しいわけだから。あの、何の情報よりも現地の人の釣った人が正解だから。今日これが釣れたっていう。今日これのパターンが、よし、じゃあこんな似たようなパターンのドア投げてみようとかやったら多分釣れると思うよ。
まあね、なかなかその辺はちょっと機転の利かない人が多いから、ケアネオジさんみたいに状況判断をね、あ、やっぱり、うん、まあ、僕らみたいに頭の柔軟な人間、ね、年が食ってても柔軟な人間は、うん、はい、ね、いろいろ対応できるかもしれない。あ、頭が柔らかいからやっぱり、うん、そう、最近の子たちはなんかすぐ怒ったりとか、すぐ感情を表に出す人が多いから。でも毛ガニ本さんも20年前にあの警察官に殴りかかろうとして僕止めたんですけど、あれ泥酔しちゃったら覚えてます？いや覚えてないですね。酒アル中がありました、あなた酒飲んで酔っ払って、あれ警棒出てきて囲まれちゃって、やったらなんて言って酔っ払っちゃって、アル中ですあなた殴られそうになってました、あなた3人警棒抜きましたよ、アル中ですあなた、殴られてるのは僕が止めました、はい、こいつはバカなんでっつってね、はい、助けてくれたんですか？助けました、あなたアル中なんで。ありがとうございます。あなたも怒ってるじゃないですか。じゃあそこでちょっと、なんで怒ってるんですか？だからその警察官に喧嘩売っちゃったわけじゃないですか。だから若者、まあ、20年前ですからねあれね。まああのね、ええ、20年前であればあの性格も変わってきますからね。あ、やっぱり短期は損期です。いかんですね、そう怒る人は。そう、やっぱりあの、うん、柔らかくないと。で、あのそういうなんか釣りする人って短期が多いってなんか昔からなんか言われてないですか？なんか、ね、あ、短期な人が上達するってね、あれ嘘ですね。本当なんかよく分からない。嘘です。だから短期は損期なんで嘘なんですよあれ。短期の人って釣りないと思うんだよ。いやいや、短期な人が自分を正当化するために言ってるだけで、短期は損期だから良くないんじゃないですか。なるほどね。まあまあまあ、これ何ラジオでずっと何流れてんの？いや、まあこれちょっと録画なので。あ、録画なんですか。まあ今日このまますぐアップする予定なんですけど、あの、あ、この僕の、はい、ケガニプロの声が入ってるってことですか？そうだから、まあ一応日本一のバスプロと対談させていただくことになりましたという。ああ、ありがとうございます。いや、自分は日本一と思ってるんで。ああ、まあ今本当にノリに乗ってる。そうそうそう、やっぱ超過が違うじゃないですか今。なんか、まあ、ボス、あの、うん、大江子さんでボスがないっていうのはなかなかすごいことだよ。だし、そのケガニプロさんはそんなにね、あの有名ではないかもしれないけど、超過がやっぱ一番じゃないですか今。そうだね、超過だね。ねえねえ、だから人気だけど超過があんまりない人も今昨今多い中で、 YouTuber。 ああ、昨今ね一番釣ってるんで。ああ、ありがとうございます。まあ現地でね、あの、はい、ちょっと少し通ってみて状況が分かってきたんで。ああ、もうね、コメントでね、あの毛ガニおじさんの電話番号教えてくださいとか結構来てるんですよ。いやー、ダメですよその。もちろんもちろん、結構ファンの人が徐々に増えてきてるみたいで。あ、ありがたいことですね。あと次回ふれあいフィッシングとかもやるんですかやっぱり。あの、どうしようかな、オリンピック始まっても関係なしにやってもいいのかなと思う。どうなんだろうね。緊急事態宣言が20日に解除されたじゃないですか。なんでいいかなとは思ってるんだけど。だからいいとはいいですけどね、やっぱりそのソーシャルディスタンス。あ、もしかして時間があったら来てくれるんですか？ちょっと私の方がですね、仕事が忙しくてなかなか出れない感じなんですよね。あ、今忙しいんですか？忙しい状態でちょっと。わあ、いいことじゃないですか。まあでも次回は結構人来ちゃうんじゃないです。あの、みんなやっぱりファンは土日にやってほしいんですよ。月カーとかじゃなくて。でも土日で、ね、やったら、お子さんとか応援なんかでやったら、あの人が多いから車の止めるとかないと思うから、人だらけになっちゃいますよね。人だらけだもんね、もう普通に死ぬところじゃないと思う。で、今度琵琶湖でやりませんか？じゃあ昔琵琶湖でやりましたね。あ、去年だったか、おととし。琵琶湖でもいいですけどね。駐車場があるようなと場所がもしあれば、僕ちょっと分かんないんですが、まあ、何個、琵琶湖でも広いですからね。うん、そこに言えば多分100人200人は来るんじゃないですか最低でも。そんなに来たら迷惑じゃないですかね。もうまあ、いや、まあ毛ガニバス釣り大会ちょうどで少数制が一番無難かなと思いながら。ああ、そっかそっか。だって100人200人来たら全員に喋れないと思うんだよね。あの、来週ですか、来週10日後に僕、あの愛媛県松山で世界記録のブラックバスを狙いに行くんですけど、ちょっともしよかったらアドバイスとかもらえると。あ、でも愛媛だとどういう状況かも分かんないから。ダムで今70がいる場所が、岩があって、その岩のところに70がついてるっていう場所を聞いたんですね。船ですか？あ、ボートで。
で、それ、もよく見かける、そうです、そうです。あの辺だね、なんかわかる、なんか景色が。え？あ、菊池と、うんうん、菊池さんとあの景色のところですよね。そう、あそこで七丸が今ポイントを引いたんで、そこで七丸釣ったろうかな、世界記録、うん、取ったろうかなっていうか。まあでも、まあ、現地に行って判断しないと分かんないんで、もう行ったことないと思うんです、この場所は。例えばあの何そこの、うん、あのマッチザベイトは何かっていうのは行けば分かると思うんで、まあ、ケヌーさんじゃ、ま、絶対釣れないっていうぐらい釣れた、イルカイケでも釣っちゃってますからね。イルカイケの、しかも、おかっぱりだからね。まあ、今年の最高、今、46センチだね。あ、46? イルカイケで。ああ、イルカイケが46と。イルカイケ46、発売が46センチだったもんね。発売すか、5月。あれ、先月だと思うんですけど。6月。プラないのに。5月の頭から5月の終わり頃だと思うよ。ケリオさん、大して釣ってないんじゃないですか、もしかして。いや、今年3匹ぐらい。5月か6月だから、そんなに通ってなかったから。そう5年間、約4年間バス釣りやってきて、去年初めて50アップ釣ってなかったですか。いやいや、この4年で YouTube 始めて、この4年で最高は54センチ、54を初めて、それまでずっと40ないぐらいのちょこちょこ釣れるみたいな。まあ40アップはカメラ YouTube やる前は釣って、俺ら仲いいわとか。だからもうちょっと失礼なんですが、僕はね、ケンロミさんの動画見るたびに、テン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 って流れたら、また坊主なんだろうなって、そのもう釣れないイメージついちゃってるんですよね。あれ流れたら、もうどうせ坊主なんだろうなっていう、なんかそういうイメージがついちゃって。でも、昨日の動画もそれ流したけど、釣れてる。ああ、釣れてるんだ。じゃあ、ちょっと時間あるときに見てみてください。急激に腕が上がってきたっていうのは間違いないですね。急激超過がガーッと10倍ぐらいになってるんで、最近。いや、若い時はこんな感じだったんだわ。ああ、なんか状況が良かったからね、40年前は。そう、で、今はちょっと4、5日通ってみたら状況が分かったもんで、だからもう行けば釣れるような状況になっちゃったって感じ。ねえ、だって第一線のバスプロの人でもね、日本一って言われてる人でも、誤算多いったら大体坊主って言うんだからね。そう、でましてイルカイケなんて言ったら本当に一日やって、バスプロでも一日やって一匹釣れるかどうかだから、バスプロ、まあ、難しいですよね、あそこは。そう、ほんで俺がね、夕方プラプラって来て46センチで3時間以内に釣っちゃったじゃないですか。で、周りにまた嫉妬されながら、イルカイケはその時は誰も周りにいなかったので良かったけど。じゃあ、まああんまり釣りすぎないようには嫉妬されちゃうんで。そう、釣りすぎちゃうと、その嫉妬しないようにしてほしいんだよね、ばあさん。そういうマナーはしっかり守ってもらいたい。そうですか。人が釣ってもおめでとうぐらい言ってくれると、ね、そうだよね。そこは俺のポイントだとか言う人もいるじゃないですか。そうそうそう、近寄るなとか。まあそれはただね、メジャーフィールド誤算多いっつったらみんなのポイントですからね。もうもうああいうとこはもう人が多いからね、マナーはしっかりしてもらわんとね。だからさ、はっきり言うと、ケガニおじさんがパーって言って釣っちゃうと、翌週もうそのポイントが人だらけになっちゃって、人入れなくなっちゃうんだろうね、その場所が。あ、もう景色見てみんな分かるんで、分かるもんね、景色だけで。で、場が荒れるみたいな感じ、人が集まりすぎて騒いだりして。ほんで騒ぐじゃんね、あの何人かに行ったら。まあそういう一人だったら騒ぐことないからいいんだけど、まあまあ人気だからしょうがないですね、その辺は。まあでももう今ちょっとやばいわ、ね、もう釣り行く、もう釣りに集中できないぐらい、もう人気が出てきちゃったから、もう追いかけ回されちゃって、ファンからサイン攻めみたいな、ね、なんかの視線を感じるもんで、逃げるように違うポイント行こうかなと思ったら追いかけてくるもんね。ケニオジさん言うて、もしかしてケガニおじさんですよねって来て、ああ、はーいとか言うと、ああ、いつも見てますってね。もうだから今、ケガニおじさんって言ったら、そのバス釣り YouTuber の中でももう重鎮みたいな存在なんで。ありがとうございます。もうみんな後輩たちも頑張ってるんで、
あのメッセージとかももし、ね、後輩たちに名指しでメッセージとかも送っていただけると僕勉強になるかなって思うんですよ。まあ、メッセージっていうのはね、そんなものは別にないんですけど、まあ、例えば、まああのはい、自分が選んだルアーを信じて投げれば絶対釣れるっていう人もありましたよね。あそういう感性だよね。あのこのルアーなくてメーカーにこだわらずに、うん、このルアーなんか釣れそうだなっていうそのなんか発想、うん、なんかあるじゃんね。なんかこのルアー多分釣れるなっていうなんか感覚ってあるじゃんね、人間。はいはいはい、それが一番重要だと思うね。やっぱ頭の悪い人間増えてるんですね今やっぱり。まあ良くない人は大体すぐあのなんか人の、はい、そういうこれ釣れますどのかなって言われすぐ飛びついてるじゃん。ああだからもう飛びすぐ飛びついちゃって釣られちゃうような人間が。新商品が出てこれは釣れますどのかなって、うん、バスプロが実践するじゃんね。釣れましたーって言ってですぐみんな飛びついてくるもんね。ああ確かに確かにそういう傾向あるな。でそれこそなんていうの、うん、分かったーって感じだよねプロが言わせてます、うん、そういうことですか。ああなるほどなるほど。食ったでかいの来たみたいなで、いくらいっぱい釣れたっていくら儲かったみたいな。儲かったっつってね、もうあのバターが食いついちゃったかな、ね、だからもうシンプルにやっぱりまあ別にまあただ新しいワームルアーもちょっとやっぱ例えばカットテールがいくら釣れるっつっても飽きるじゃないですか。ダメじゃなくて別にそれはそれでいいと思うけど、まあ、あとはまあそれだけでそれだけが全てじゃないっていうことを分かってもらいたい、ね、だからあんまりその商売で高いルアーはもう買わなくても中古でも十分やれるという、まあ、無理してあの買うぐらいだったら別にそんなねあの買えるんだったらいいけど別に高いやつ、無理してまでしてどうかなっていう部分もあるわね。そうなんだろう。で、清水さん、最近一番腹が立ったこととか、もしこの10年で一番腹が立ったこととか教えていただけると最後に。でも高橋さん、最後ってもう5分以上経ってる。だからそうですあの釣りしてて一番腹が立った出来事ってカチンときたような釣りしてってのはよく、まあ、琵琶湖もそうだけど、やっぱりゴミがちょっと落ちてるところが多いから、そうなると禁止になって釣り禁止が増えてくるから、そこはちょっとやめてほしいよね。あと釣りしててそういうなんか僕はちょっと噂聞いたんですけど、そのキャノンさんが大物かけた時にそのタモ網のランディングの素人がちょっと結構やらかしたっていう噂聞きましたけど。あまたその話が出てきた。結構あの話好きなんですよ。衝撃だったのあの話は。ちょっと今日結構知らない人もいると思うんでちょっと参考になると思うんですよ素人さんが。あまあ、教えてやってくださいよちょっと状況とか、まあ、あれは僕一人で行ったんだけど名古屋の方に、ええ、まあ夜釣りでシーバス釣り、ええ、でそこはあの有名なあの塩見橋っていう有名なシーバス釣りなんだけども、ええ、まああのダメ元でちょっと行ってまあ何回か投げてみたら、はい、まさかの今までに感じたことのない何あのゴーンって来て、うんうん、ほんで合わせたら最初根がかりだから動かんかったんだよね根がかりだと思って、はい、ほんで2回ぐらいグッグッて引っ張ったらなんか走り出したもんで、押したらもう竿が満月、うそーと思ってまあ夜釣りだもんで手元まで寄せると魚が分かんないもんで、で手元まで寄せたんだけど見た感じ70センチぐらいあったんですシーバス、80あったかもしれない。そんなのは、おかっぱりで釣れると思わんかったもんで、で、その時だけでタモ持ってなくて、で、こっちがあの困った感じでやってたら、ちょっと近くに若いお兄ちゃんが、優しそうなお兄ちゃんがいたんだよね。で、ちょうどタモ持ってて、あ、僕取り込みますって言ってくれた。あ、ありがとうございますって僕が言ってね、はいはいはい。で、その人があの、タモで救おうとしたんだよね。僕の、あのかけた70センチクラスのシーバスを、大物80超えてたと思うんですよ90とか、うん、あかなりでかいあんなの初めて見たもん、やっぱりです、はい、ほんであの救ってスッてやって救ったと思ったもんで、こっちちょっと気を抜いちゃったんだよね一瞬、こうしたらあの何あの救えてなくって魚がタモからピッてちょっと出たんだよね、
タモの橋に当たっただけでタモに入ってなくて、うん、こうしたらまた走り出して大きい魚が、こうしたらこっち切り抜いとったもんで、うわーって一気にね、あの竿を持ってかれて、まあ竿はねグッて一緒に持ったんだけど、うん、一気に走ったもんでドアごと切られて持ってかれちゃって、うん、ほんでもう呆然としてお兄ちゃんの方ちょっと、まあ、こんなことはさっき、まあ、さっきの話ちょっと矛盾してるけど睨んじゃって、こっちが睨んだら向こうが一言、でかかったですねって、はあ、ですいませんも言わないって、ああちょっといたんですね、それってど何俺、うん、多分持ってない僕が悪いけど、いやいやいや悪くない、それはそんなミスして謝罪もしないなんてひどいやついますね。でかかったですねって一言言ってよ、去ってったと、お前の入れタモの入れ方が下手なんだろうってこんなことさっきの話と矛盾してくるんだやっぱ未だに思い出すと腹立っちゃう、やっぱそんだけひどいそんだけひどいことされたら今思い出しても腹立っちゃいます、もうこれ多分ね死ぬまで覚えとると思う絶対許さないと、絶対許さんぞって思うけど、散々さっきの話とか矛盾してきたけどいや人間多少矛盾はありますよ、完全な人間いないんで、いや完璧な人間はほとんどいないんで、ただそいつもえらいことしてくれましたね、人の大物を、本当だってもう何しようってもう二軒に一緒あれさせて狙んだったんだけど、そういうなんかチャンスでね失敗するやついるんですよ、ミスしちゃう、そういうたまにあの、うん、ここだけうまそうに見えるけど、うん、もうダンディングも下手だし、うん、なんかね、うん、一番大事なところでミスして、一番肝心なところでタモ入れが下手でね、ひどいやつだな、ひどいやつだね、もう俺全然悪くないでしょ悪くない、全く全く悪くないし、ひどい迷惑なやつがいますね、それはランディング下手なのに出張ってきて、だからそうやって出張ってくるなら技術持ったやつでないとね、そうだよ、レベルの低いその釣り始めて 1,2 年のね、多分釣り始めて 1,2 年の素人なんですよそいつは、ろくでもない、形だけはなんかうまそうなあのカッコ、ね、格好じゃないですからね釣りは、そうだよ、格好から入っちゃね、せめてランディングも勉強しろよって感じなんだ、ね、ひどいやつがいますね、そうでしょう、最初の頃の話とだいぶおかしくなってきたんだよね、うん、やっぱそのランディングしてると頭悪いですか、やっぱそいつだいぶ、いやまああの、うん、あの僕出ますっていうぐらいだったらもうちょっと上手にやってくれよって話だよね、うん、で謝ることがまずできないんですねそいつは、もう謝りもしてないね、うん、そりゃいかんなそりゃ、でこっちがもう聞き出してね、いやもう僕が悪いです大丈夫ですって、ね、やっぱ聞き出して言ってあげてわざわざ、うん、まあね、やっぱりミスしたらやっぱり謝罪するっていうのが日本のね、自分が迷惑かけてんだから、ねえ、うん、70センチはあったよね、いやもう90ぐらいあったでしょそりゃ、ケガニオさんがでかいっちゅうんだから、でも70は確実にあったね、ねえね、名古屋の記録的な魚を大事なとこでねミスして、で謝罪、まだ謝罪があればいいです、謝罪があればいいですけどね、謝罪ができないっていう、そう謝罪じゃなしに余計だよ、嫌がった言い方だよ、でかかったですね、あ嫌味みたいな、もう本当に嫌味に聞こえちゃって、ひねたやつですねそいつは、ね、その時こっちの被害妄想がもう強かったかな、嫌、うんうん、だなと思いながら、ね、被害妄想で被害妄想でこいつわざとやったんかと思って、わざと、いやだから大物をわざと釣らせないように邪魔してに来た、わざとあのバラすように仕掛けてきたかもしれないよね、当時の被害妄想っていうのか、いやいやひどいやつだねそいつ、だって人が大物かけてねえ人生最大の大物釣るときにわざとバラすように糸ライン切っちゃうんでしょ玉網で、わざとあのタモに遺伝買ったかもしれないよね、一回入れてわざと切れるようにこうバーってやったんだ、多分そんな風なあの当時、うん、そんな感じだから、うんうんうん、ひどいな、もう被害妄想強かったから、まあ
ちょっとやっぱそういう釣り師にはなりたくないですね、マナーだけはやっぱり。そうだよね。ねえ。そうじゃなってないよね。うん。まだ長いですけどね。長いですか。いやまあ、ぼちぼち大丈夫。あ、じゃあ今日はね皆さん、あの大江川子さんが、ね、40年前の状況っていうのを聞いて、まあ、視聴者の人もだいぶ勉強になったと思うんですよ、はい、学ぶことが多かったと思うんですよ、今回は。だから現地で、ね、判断した方がいいだろうね、そういうのは、ね、だからネット情報っていうのは嘘が半分あるから全部信じるなと。ネット情報っていうのは、その日その日、嘘じゃないにしてもその日状況が違うから、だから真に受けすぎるのも良くないぞと。そう、自分の感性を研ぎ澄ますのが一番大事。ああ、さすがだな。で、常にフィールドで、神経を研ぎ澄ます。そう、それが一番。まあちょっと今日ありがたいね、言葉聞きました。はい、いえいえ、これがケガニプロのアドバイスです、ね、やっぱもう今日本一ですからね、もう、まあ、知名度、謙虚にやらないといけないですからね。やっぱケガニプロさんのそういう人柄のいいって思いやりのあるところもファンがついてやまないというか、ね、もう横着石とか最近増えたじゃないですか。そうそう、そのね、横着衣装とかそういうなんかポイポイしてるやつもおるじゃないですか。思いやりのない人間がこの30年で増えてますよね、明らかに。多分この何ていうの、ぎくしゃくしたこの世の中、ルールが多すぎる、縛りが多いもんでみんなストレス溜まってるんだろうね。ねえ、で詐欺師も増えて、でなんかそうだね、犯罪ギスギスしてなんか自分のことだけしか考えれないような人が増えた中、島にはテレビ見てたら賽銭泥棒とかも今増えてるらしいです、ね、賽銭泥棒、なんか神社とかでなんか結構ね、防犯カメラに結構泥棒してるのが映ってるけど、なんかテレビとかで、ね、よくやってるの。あの最後にケロンさん、最近31人の YouTuber がそのコロナの中でどんちゃん騒ぎして自粛の時に、東京の、見た、それちょっと一言コメントいただけるとどう思いますか。どう思うというよりも一番分かるのが、テレビに出てる、例えばテレビ最近テレビ見ない人多いじゃないですか。ええー、だけどテレビに出てる人たちっていうのはみんなすごいマナーがいいというか、それに比べてユーチューバー、ちょっと人気出てるユーチューバーになってくると、やっぱりマナーがわからないんだろうね。そういう常識がないんだろうね。だからサラリーマンとしてそのなんていうのかな、その揉まれてないというか。テレビに出てる人、そうぐらいの人はやっぱり揉まれてテレビに出るぐらいだから、相当苦労してテレビで活躍してると思うんだけど。ユーチューバーは下積みがそんなに長くない人が多いと思うから、あ、だから20代でいきなり年収何千万だ何億だってなっちゃって、常識がないもんで、まあ僕らから言わしめるとちょっと頭が弱いな、頭が弱いですか。そうですか。勘違いしてる人が多いってことかな、ちょっと天狗になってる傾向のバカが増えてるというか。そう、ぐらいだったらもうちょっと頭ね、よくするじゃないですか。だから周りの人の気持ちを考えて行動できる人になれというか。そういう人がどんな時代でも必要だと思う。なんか一説ではね、タッションしたりタバコなんかポイ捨てしたりなんか、あとどんちゃん詐欺した YouTuber、30何人、あれも、やっぱり結局謝罪してるけど、その後だけど全然説得力なく謝罪って、なんか嘘の謝罪に聞こえるでっていうことですか。謝ればいいってもんじゃなくて、もうそもそもその行為が頭が弱いっていうことになるので。ああ、確かにね、ケガニさんってマナーとかそういうのしっかりされてる方だから、やっぱり適当されるとね、それ言ったらちゃんとゴミ拾ってね、ゴミ拾って書いていくから、吸い殻とか拾ったら拾って書いていくから、一日一見たことないですけど、やっぱり僕が見てないとこやっぱりされてるんですね、やっぱり。ゴミ拾いとか。ああ、そうです。それはね、まあマナーがしっかりしてるし。あとその大江川子さんだとお金がかかるじゃないですか。それについてどう思いますか、プロから言うと。
500件とか年券とかあるじゃないですか、お金を取るという。回ってきた人がおったらお金払うっていう感じじゃないですか。ああれ、回ってくる人に会わなければお金払わなくていい感じだよね、みんな。だから僕はあのただ県知事さんも結構高額の、ね、所得があるから住民税県民税すごい払ってるじゃないですか。あ、はい、だからね、その釣り場、まあちょっとね、500円どうかなと思うんですけどね。だから小中学生高生はタダにしてあげるとかね、10代はとか。でもそういうふうにすると、あの差別化になってって、あ、はいはい、大人になってあまり良くないかもしれないね、そういう差別を作ることは。あ、差別になってくると、やっぱり世界に目を向けたらそういう差別をなくした方がいいっていうことじゃないですか。あ、だからその子供手当とかもおかしいってことですね、やっぱ。だから子供だから許されるっていうのが多いもんで、はい、今の状況、日本は特に。あ、子供手当についてどう思いますか？子供手当。子供手当について、ええ、まあそういうのはまあいいけど、まあそれはそれでいいとは思うけど、子供だからといってただにするのはおかしいんじゃないかと。ただ子供だからって言って何でもなんか許されるのは違うよっていう。ああ。だから10代で犯罪者が多いわけでしょう。ああ、なるほど。あんまりするとそういう子供の犯罪者が増えるかもしれない、ね。ああ、なるほど、なるほど。だって、やっぱりほどほどにしとかないと。あと芸能さんが世の中にちょっとバンと一言ガツンとかましてやってください。もういや、もうさっきからあと一つあと一つで大体もう10個ぐらいいきますよ。世の中でそのこういうのは許せんみたいなのあったら教えていただけたら勉強になるんで。それでもさっき最初言ったじゃないですか。え、何ですか？だから、ね、あのだからあの、はい、すごい釣りのマナーが悪いし、ゴミ捨てたりとか、人が釣っとるのをなんか裏飯みたいな感じで見るやつはいかんわね。ああ、よくないな。さあさあさあ、あのよくバスボートでバス釣りしてると、もう人の方にポイントをルアー投げてきたり、足元にいるじゃないですか、そういう人。あ、いるね。あれは何なんすかね。僕もね、言えないけど、昔そういう人間だったから。あ、そうなんだ。今すぐ忘れないけど、つい最近もそういう人間だったんだ。昔なんか、やっぱり高橋君って言った時になんか向こうに投げるなって言われ俺に言ったよね。お父さんと子供がいて、そのボートのね、手前1メーターぐらいまで、俺がルアー投げたら、なんか高橋君に注意されて、そう、結構重いルアーをね、ガーンぶん投げちゃって。俺、口に持って近くに投げちゃったんだけど。釣り上がった言うて。もう、被害妄想強いから、もう、すんねん、もう、あじけーって言ってよ。お前のせいで釣れんかった言うて。そういう時代だね、あれは。被害妄想がやっぱ強かったんだ。もう被害妄想の塊だったからな。こいつら近寄ってきて俺らに照らせんようにしとるとか言って。それはひどいな。ひどいよね。それはちょっと反省ですね、お互いね。これはだから僕が言える立場じゃないんだけど。もう被害妄想の塊だったから。被害妄想ちょっともう半径もう何メーターぐらいに近づいてくると、もうグッて睨んでさ、チケッ、なるほど、なるほど。まあ、そうだ、いかんわね。ということで、またじゃあ、ケンヌイさん、琵琶湖で釣り、あと、ごさんおいの釣りをちょっとまたね、教えていただけたら、自分勉強になるんで、はい、長時間、お疲れ様でした。それではまた。はい、どうもね。はい。